第14回日本レコード大賞は、1972年12月31日に、帝国劇場で行われた14回目の日本レコード大賞である。第14回の大賞は、千秋直美の喝采に決定した。千秋直美は、初の受賞。この年は、上半期の大ヒット曲で日本歌謡大賞を受賞した小柳ルミ子の瀬戸の花嫁が大賞の大本命だったが、9月に発売された千秋直美の喝采が大賞候補に急浮上。2曲がデッドヒートを繰り広げる形となり、両曲が歌唱賞を受賞。大賞は喝采が大逆転での受賞となった。歌唱の際、2番の歌い出しの一部を間違えている。なお、大賞受賞者の千秋には、副賞として世界一周旅行が贈呈された。最優秀歌唱賞は、あの鐘を鳴らすのはあなたで、和田アキ子が受賞。当時は大きなヒット曲ではなかったこともあり、物議を醸す。受賞決定で興奮したのか、沢田研二をステージまで引っ張っていった。歌っている最中に、感動の涙でメイクが落ち、黒い涙となった。有力候補だった西城秀樹が選出外になるなど、最優秀新人賞はレコ大の歴史で最も激戦と言われ、日本歌謡大賞の放送音楽新人賞の森昌子、三千栄氏に加えて人気の高かった郷ひろみの争いになると予想されていたが、決選投票の末にセールス面で一歩リードしていた浅丘めぐみが受賞した。視聴率は 10.2p 上昇し 46.5%。史上初の 40% 台突破、レコ大全盛期の幕開け。なおこの年の10月に TBS 夜のスポットタイムが4分から5分へと1分拡大されたため、この回から終了時刻が20時55分と1分早くなった。帝国劇場インペリアルルーム銀座4丁目交差点沖縄国際通り。ありがとうございます。